んにちは、整形メイクのみゆです。お願いします。今日はこちら、じゃーん、帽子アレンジを紹介していきたいと思います。はい、こちらがですね、一応ツイッターに載せたんですけど、この帽子アレンジを見たいということだったので、もう本当に簡単にできちゃうんですけど、それをね今日紹介できたらなと思います。はい、ではお願いします。結びます。で、ここはね、後ろはね、ただくるってお団子にするだけです。ただ、ほんとただお団子にするだけです。それで、この触覚を出します。でね、このね、上のね、このね、ここの部分のね、触覚をね結構出します。このよく小学校の時に出してたみたいな感じのこの触覚ですね。これを出して、あとはこの耳のこの横のここですね、ここも出します。つまんで出すっていう感じです。どれかな、このね部分ですね、これ。はい、で逆も出します。こうね、結構これ量出してあげても巻いていくので可愛いです。はい、では今みたいな感じでここを出します。こっちも。はい、そしたらですね、コテをここで準備します。ここを巻きます。これはストレートアイロンよりもこういうくるくるっていうカールができるものを選んでください。くるくるっと巻きます。で、ここも巻きます。もうただ軽くちゃちゃっと巻くだけにします。あっち。はい、では今本当にこうね簡単に巻いたのですが、そしたらもうほんと簡単、これで帽子をかぶるだけ。これでもう完成です。ほんと簡単なんですよ、めっちゃ簡単。もうこれで終わりです。これだとね、雑すぎずって感じで、雑な感じも出ないので、ちょこっとほんと触覚出して巻くだけでちょっとおしゃれに見えるっていう帽子テクでした。はい、本当に簡単にできるので、ぜひぜひ試してみてください。はい、では今日も見てくれてありがとうございました。バイバーイ。